アドミラルグラーフ・シュペイ。アドミラルグラーフ・シュペイは、ドイツ海軍が、第二次世界大戦で運用した軍艦。アドミラルグラーフ・シュペイは、ドイッチュラント急走交換の3番艦。第一次世界大戦の敗北によって、軍備を制限されたドイツ海軍が、ベルサイユ条約の軍備制限条項の範囲内、排水量1万トン以下に収めながらも、強力な軍艦として建造した艦である。 収益は1936年。英海軍はこれらの軍艦を小粒であるが強力であると認め、ポケット戦艦とあだなした。本艦は第二次世界大戦初期の大西洋インド洋における通称破壊作戦で活躍したが、1939年、昭和14年12月13日のラプラタ沖海戦でイギリス巡洋艦3隻と交戦して損傷。 ウルグアイのモンテビデオ校に追い詰められ、12月17日に自陳した。なお、ドイツ語の発音に従えば、本来はアドミラール、グラーフシュペーと表記すべきだが、日本では英語読みのアドミラルで呼ばれるのが一般的である。韓米はマクシミリアン・フォンシュペーにちなんでいる。彼は第一次世界大戦においてンタを根拠地としたドイツ東洋。 艦隊司令官であった。他に、グラーフシュペーと呼ばれる船として、第一次世界大戦において、未完成に終わったマッケンゼン92要戦艦の4番艦がある。1932年10月1日、ビルヘルムスハーフェン海軍交渉に適行。1934年6月30日浸水式を行った。艦名は、そのもととなった。 マクシミリアン・フォン・シュペイの孫娘により命名された。1936年1月6日に襲撃し、数ヶ月に及ぶ完熟訓練を大西洋で行った。翌年の1937年5月20日に、ジョージ六世大艦記念艦艦式に参加し、日本の妙高型重巡洋艦3番艦、足柄やフランス海軍の団結9000艦1番艦、ダンケルクラと共に、 各国海軍の注目を集めた。アドミラルグラーフ・シュペイは8月21日にビルヘルムス・ハーフェンを出撃、大西洋に進出した。9月1日の第二次世界大戦の海戦後通商破壊作戦に従事し、1939年9月30日を川切りとして南大西洋やインド洋において多くの商船を沈めた。これに対し、連合国は、 大西洋に七つ、インド洋に一つの総勢で、戦艦三隻、空母四隻、巡洋艦16隻からなる対策部隊を編成し、通称破壊艦の探索に当たった。9月3日、ドイツのイギリス、フランスへの戦線布告、及びフランス商船への攻撃禁止との伝文を受け取る。補給艦アルトマルクと共にフリータウン製法に、 設定された最初の攻撃区域へと向かった。しかし、9月5日に、同海域からは離れ北極海、南大西洋、あるいはインド洋へ向かえ、との指令を受ける。艦長ランクスドルフは、南大西洋方面へ向かうことを決めた。9月8日に赤道を通過し、アセンション島、セントヘレナ島、トリニダード島の間の海域にしばらく滞在。9月27日、 作戦行動を開始、ブラジル方面へ向かう。9月30日、イギリス貨物船クレメントを沈める。動船は SOS を発信しており、またアドミラルグラーフシュペイも船員救助を求める無電を発している。10月2日にクレメント船員がブラジルに到着したことで、翌日には南大西洋でのポケット船艦の存在がイギリス側にも知られることになった。 10月5日、トウモロコシを積んだ、イギリス船、ニュートンビーチを捕捉した。しばらく同行させた後、10月9日に爆破処分、された。また、ニュートンビーチは、RRR、敵水上艦に遭遇した場合の信号を発信し、イギリスの巡洋艦カンバーランドが受信した。だが、カンバーランドは、無線封鎖を続行。 一方、カンバーランドの方では受信できていると思っていた。フリータウンの基地では受信できていなかったという。10月7日、イギリスの貨物船アシュリーを沈めた。10月10日、イギリス船ハントスマンを捕捉した。同船は無線を発信しかけたが、アドミラルグラーフ出兵からの命令で途中で停止した。ドイツ側は格乱のためハントスマンの無電室から、ご情報を発信した。ただし、 それを受信した者はいなかった。また、アドミラルグラーフシュペイ側は、動線から各種書類を入手。10月17日には、イギリスの機密暗号表が解読できている。ハントスマンは積にをアルトマルクへ移された後、10月17日に沈められた。10月22日、貨物船トレバニオンを沈めた。10月28日に、トリスタンダクーナ島沖で、 アルトマルクから補給を受けると、インド洋へ向かった。だが、戦火は、小型タンカー、アフリカシェル、11月15日に沈めるのみであり、再び、大西洋に例えた。12月2日に、貨物船、トリックスター、3日に、テイロアを沈めるが、両船ともその前に位置を発進しており、貨物船ポートチャールズによって、点電された。それらにより、イギリス艦艇が、 アドミラルグラーフ出兵を補足すべく展開した。12月7日に打破した貨物船ストレオンスハーンにより得られた情報からアドミラルグラーフ出兵は次の作戦海域をラプラタ沖に決めた。12月6日、艦長のハンス・ラングスドルフ大佐は致命的な2つのミスを犯した。この日、ラングスドルフ艦長は 夜間照明訓練を実施したのだが、これは自ら現在地を敵に教えているようなものだった。それを無投下の艦船に目撃されたが、ラングスドルフ艦長は、それが敵の艦船だとは思わず見逃してしまった。1939年12月13日、アドミラルグラーフシュペーは、イギリス海軍 G 部隊の使用艦である、重巡洋艦エクゼター、HMS エキシター。 2 0トル砲装備、軽巡洋艦、エ、JA、ジャックス、ハムズジャ二セン1 5 2トル砲装備、軽巡洋艦アキリーズ、HMNZS アキリーズ、1 5 2トル砲装備、の3隻に捕捉された。ラングスドルフ艦長には敵の艦船と戦闘する中でという本国からの、現名があったが、相手を巡洋艦1隻。 駆逐艦間二隻と判断したラングスドルフ艦長は、A 艦隊を撃滅してから近くにいる、はずの輸送船団を攻撃しようと判断。ラプラタ沖海戦が勃発した。海戦時、出兵には約60名の捕虜が収容されていた。この戦闘によるアドミラルグラーフ出兵の被害は、甚大であった。機関の吸気口には、多数の砲弾が命中、艦隊も数箇所貫通されていた。 食料貯蔵庫も破壊された。戦死傷者は約100名に及んだ。当機の北、大西洋の激浪に耐えて本国へ帰還できる状態にはなく、ラングスドルフ艦長は中立国ならば助けてくれると考え、最寄りの中立国であるウルグアイのモンテビデオ港に艦を退避させた。前述の通り、もともと本艦は軍艦との交戦を本国から禁じられていた。 しかし、ウルグアイは中立国とはいえ、イギリスの影響力の強い国であり、ウルグアイは72時間以上の修理期間を認めなか、アドミラルグラーフ主ペイは修理もできないまま帰国が絶望的な最後の航海に出ざるを得なかった。停泊期間中にイギリス海軍の宣伝放送やドイツからの情報により、単独では対抗できない有力な艦隊によって、 脱出路を封鎖されてしまったと判断したラングスドルフ艦長はウルグアイ政府が提示した港からの退去期限を迎えた12月17日に明らかな負け戦によって乗組員を危険にさらすことを避けるため乗組員をドイツ商船に乗させアドミラルグラーフシュペを残る40名の乗組員と共にモンテビデオ郊外へ出して自陳させた乗組員は全員タグボートで退避 ラングスドルフ艦長は、艦と運命を共にしようとしたが、ラングスドルフ艦長を慕う乗員たちが、艦長を死なせたくないと、半ば力ずくで艦から引きずり出した。艦を離れる間、ラングスドルフ艦長は物思いにふけっていた。この様子は世界に向けラジオ放送で実況された。なお、ドイツからは、地震の際はいかんなきをなせとの指示はあったものの、 ラングスドルフ艦長は自ら自沈の責任を取り、12月19日に、投留先であるアルゼンチンのブエノスアイレスで妻へ、手紙を書き残し、ハーケンクロイツキではなく自沈前に回収していた軍艦機を体に巻きつけると、ピストル自殺を遂げたのだった。妻への最後の手紙にはこう書かれていた。ヒトラーは最後まで戦わなかったラングスドルフ艦長の、処置に強い不満を示した。 艦長を臆病者と非難したが、ラングスドルフ艦長にとっては、乗組員たちの安全を確保することの方が大事だが。また、ラングスドルフ艦長が、アルゼンチン政府に交渉した乗組員への前処も、認められず、乗組員は全員抑留された。1942年、昭和17年3月1日、エクセターは、スラバヤ沖海戦で、 足柄か日本海軍によって撃沈され、大本営は、グラーフ・シュペイの仇を撃ったと報道した。エクセター撃沈の直前、ジャワ級憩巡洋艦一番艦、ジャワも撃沈されているが、これらのスラバヤ沖海戦に参加した三隻、エクセター、足柄、ジャワとシュペイは、ジョージ六世大艦記念艦艦,艦式1937年5月20日で一堂に会したことがあった。 アドミラルグラーフ出兵の自陳の理由としては、古くから宣伝放送による敵艦隊勢力の誤認、弾薬の欠乏、事実ではない、ラングスドルフ艦長の関東精神の欠如など、様々な説が考えされてきたが、戦後しばらく経ってから、当時の乗組員であった技術証拠の証言により、同艦はドイッチュランと急走交換共通の 構造的欠陥に近する損傷を受けていたことが明らかになった。船舶用ディーゼル燃料は常温では粘度が高くそのまま機関に供給できないためドイッチュラント急走交換では燃料タンクと機関との間に中間タンクを設置して一旦燃料を加熱し液状化させた後に機関に送り込む構造となっていた。特に高位度低温の海域ではこの燃料処理が 必要不可欠だった。ところが、中間タンクにボイラーからの蒸気を供給するパイプの一部が、基礎工場甲板に露出しており、そこへ6インチ砲弾一発が命中して、燃料処理システムを破壊してしまった。その結果、豊富な燃料の大部分は加熱できず、使用不能となり、中間タンクに残っていた処理済み燃料は16時間分に過ぎず、 本国機関はもちろんのことイギリス巡洋艦隊との戦闘継続すらおぼつかない状態にあった。そのようなドイッチラント急走交換の弱点は軍最高機密であり当事項にはされなかった。損傷箇所の修理には約2週間が必要と考えられたが、72時間以内の出港をウルグアイ政府より通告され、それが動かぬものとなったとき、 同地での抑留を禁じられたラングスドルフ艦長は、自沈以外選択を失ったのである。この総行艦の所有権を有するドイツ連邦政府の抗議にもかかわらず、水深8メートルに沈むアドミラルグラーフ出兵の残骸をクレーン船の助けを借りて引き上げる作業が2004年2月に開始れた。この作業は民間投資家とウルグアイ政府が資金負担している。理由は、 残骸が船舶の航行に危険を生じさせているからである。何回かの不守備があった後、2月25日に比較的大きな残骸が初めて引き上げられた。それは27トンもある即居儀であった。引き上げ作業は2007年に完了する予定であったが、2009年、大統領令により引き上げ作業は中止された。2006年2月にはアドミラルグラーフシュペイの完備を飾った。 ハーケンクロイツをつかむ輪を広げた輪紙をかたどった重さ4 0 0ラムの試験紋章が引き上げられた。この輪紙章はおよそ2メートルの大きさで、羽を広げた長さは2.8メートルに達する。これは数十万ドルの値打ちがあると見積もられている。2006年8月、民間の引き上げ会社がウルグアイ政府の意に反してこ、ナチのシンボルを販売する意思を発表したとき、 大きな論争を引き起こした。ネオナチグループはこれに関心を示し、あるものは300万ドルで購入する準備があると表明しているとドイツのフランクル・タールント・シャウシは伝えている。タイタニック号引き上げのドキュメンタリー映画のジェームズ・キャメロン監督が引き上げの様子を映像に残している。すべて引き上げられた後は缶を復元して、 モンテビデオ市の国立開示博物館に展示することが計画されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。